皆さんこんばんは、紅花豚尾です。皆様は運がいい方ですか？一説によると、運がいい運が悪いっていうのは統計上確かに存在していて、まあ簡単に言ったら注意力の差らしいんですね。何か目の前に、まあすごく簡単な例で挙げると、目の前に100円玉が落ちていて気づく人が運がいいで、気づかない人が運が悪い、これを応用していろんなことに、言えるっていうのが運だということだという話なんですけれども、まあそういう科学的な話に限らず、目に見えない、科学では解明できない運っていう数値は確かに存在するかとは思います。で、今回豚が挑戦するデッキがですね、やだなこれ、これ全部ね、モザイクのカードです。モザイクのカードって要は何のカードが出るか分からない、これ誰が取るのっていうカードあるじゃないですか。豚結構面白いから1枚だけ取ったりすることはあるんですが、さすがに3枚はことで、これクリアそもそもできんのか、運じゃないのか。まあでもとりあえずね、チャレンジを最低限に抑えて、まあ、これだったらクリアできるでしょっていう甘々にして、無事このモザイクデッキで勝利したいと思います。ちなみに運試しも含めていますので、このモザイクカード、焚き火で燃やしたり骨の方に捧げたりとか、あるいはキノコで合体させたりせずに3枚とも最後までちゃんと持っていこうと思います。はい、地獄のような絵面ですね。これが今回の戦いのカードです。で、いきなり合体と焚き火があるんですけど、どうしようかな、これ焚き火かな。何が出てきても対応できるように黒ヤギは絶対いると思う。で、あとは単純に強いから古代ヤウルフもいると思う。黒ヤギ、古代ヤウルフでいって、で右側で HP が出ても攻撃力が出ても古代ヤウルフにぶっ込めば大丈夫。このモザイクが何だっても黒ヤギだったら対応できるから、しばらく1面2面の中盤あたりまでこの黒ヤギはスタメンで活躍しそうだね。デッキが増えてきたら黒ヤギを必ず引けるわけではないので話が変わってくるんですが、よし、古代ヤウルフに攻撃力2出すだけでかなり強い。これは引きも良かったね。まあまあまあ豚は運がいい方ですから、運命的なもので守られておりますので、こんな素敵なチャンネル、そしてこんな素敵な視聴者さんに恵まれたのもですね、豚が一重に運が良かったから、そしてこのインスクリプションという超イエスなゲームに出会えたのも豚が一重に運が良かったから。はい、プロンゴホーム出ました。で、ちゃんと黒ヤギを持っているので、何が出てきても対応することができる。で、ハチもプロンゴホーンの人差しでほぐっていきますよ。古代エルフ出ましたね。で、まあオーバーキルしちゃってもいいんじゃない？カッコが出てきてますが、これプロンゴホーンを生贄に捧げるかどうかですけど、もうここでアイテム使っちゃいましょう。全然使っちゃって大丈夫。で、別のところでアイテム補充して、イエスなアイテム3つ、いや、まあ2つかな。2つだけ持って、はい、勝利。3つにしたら運搬ネズミが押し付けられても別にいいのか。運搬ネズミがいればアイテムぐるぐる回すことができるからかなり安定すると思う。で、ゴキブリの不死のカードできたので、これ黒焼きにつけましょう。めちゃくちゃ安定しますね、これで。あとは合体待ち、合体がここにある。よしよしよし、イエスだよ。でトーテムなんですけど、今のところまずデッキの方向性は決まってないので、モグラとオオカミ、そして鹿か。じゃあ黒ヤギが鹿なので鹿のカード持っていこうかな。黒ヤギにもし不死をつけるのであれば、これは骨の王に捧げずに最後までスタメンとして使いましょう。ギギゴキブリ、うわー、これがあるんだよな。ゴキブリ、ゴキブリってカワセミだと何もできないよ。このターン何もできないです。さっきアイテム使っちゃったのでどうしようもない。まあでも逆に言うと、次のターン何が出てきても大体出せるから、よしよし、カラスなら OK で、黒ヤギ出してカラスを出すから、カラスとカワセミで完全に釣り合ってる、拮抗した力関係になるね。冷戦時のソ連とアメリカのように。骨が2枚か。これはカワウソは一応防ぐことができるのか。まあでも防がん、あ、でも防いでゴキブリ出した方が良かったかな。これでちょっとパワーバランスはこっちに、向こうに傾いてるけど、大きなもみの木があるからそれを解決してくれる。で、何のカードが出るか分かんないが、噛みつきが見えましたね。ファック。
ファミツキガメ出たので、一回リスを使って、ここガードしておきましょう。で、片やカバボスはリスに阻まれ、カワセミはオムミの木で阻まれるので、相手は1ポイントしかダメージ与えることはできない。で、そんな困難してる間に、骨コインは着実に溜まりつつあるので、ゴキブリが出せる。ゴキブリ出せるね。はい、潰れました。決壊しました、モミの木がさ。やっぱモザイクチャレンジ難しいな。で、ダイヤ、古代ウルフが出たので、とりあえずゴキブリを出して、で、次のターン古代ウルフ出せばいい。こっちが3に対して、向こうも3。また冷戦ですよ。レシート豚の冷戦。でも、瞳では通じ合ってるから。で、これで、もうやばい。餓死寸前。ちなみに、リスの枚数で10枚だったかな、確か。だから、まだもうちょっと余裕があるんだけど、あと、いちいちこの潜水カードがひっくり返るのめんどくさいね。で、あとは、ボコボコにする。合体でしょ。フシをクラゲに合体させる。それは確定。本当にね、骨カードが来たらマジでどうしようもなくなるんですよね、これ。クラゲがいるから思い切って高コース取っちゃってもいいのかっていうところなんですが、取っちゃうか。ヒゲバシが出ました。終わってます。この冒険終わってます。でも終わってる冒険だからこそ手を抜かずにね、最後までやり抜いてみせたいと思いますよ。豚の運に、紅花豚の名にかけて。こいつがな、ひげ橋自体を否定するわけではないが、3枚カードが不確定な状態でひげ橋はちょっとさすがにことだよ。燃やすか。でも燃やすとカードをデッキが5枚だけになっちゃうんだよな。どっかしらで、ちょっと待って、もしかしてモザイクカードってデッキの中の何かのカードに変化するってことか。いや、そんなことはないよ。持ってないカードで出てくることあるから。で、このまま、ヒゲバシを出しちまうと、骨が1個しかない状態であれば、攻撃力0になるんですよね。まあでも、壁としては使えるか。ヒゲバシを出すと。あ、ちゃんと出た。2枚出た。よし、1だ。うわー、ありが増える。でも、HP が結構高いから、壁としても使えるのか、ヒゲバシ。こうやって出したら骨がどんどん増えていくから、おお結構いけんじゃね、案外。おお、買った買った。へえ、ごめん、ひげ足のことバカにしてた。今もバカにしてるけど、そして謝らないけど。焚き火で温めるかな。ここでね、皮をもらっちゃっても虫をもらっちゃっても別に今求めてないんだよな。まあいいや、豚は運がいいからすっげえシナジーついてカードがつくでしょう。微妙。まあでも死体のウジ虫だったら事故はないからいいのかな。で、焚き火で攻撃力だった場合は死体のウジ虫あげて、で、ハートだった場合はヒゲワシを攻撃るか。死体のウジ虫攻撃力2がいつでも飛び出てくれるって結構エースじゃない。まあこいつはもうすでに能力がついてるからどうしようもないしね。アイテムだ。アイテムはそう、さっき全部わざと空にしたんだ。空にしたし、しかも最初のボスが釣り人だから全然苦労せずに倒すことができる。ハサミ、そしてマグニフィカスの筆、最後にハサミ。さて、まあ何が出ても勝ちなんですが、とりあえず古代ウルフを出してさ、クロヤギを出すでしょ。で、古代ヤウルフを出して、もうこれで勝ちでんですよね。古代ヤウルフってさ、釣り人キラーだから、もうこうなってしまったらどうやっても豚負けない。何もしなくても、今、両手を離して、で、その下半身で、一輪車こいつとしても負けないわけです、豚は。あとはもうスペースボタンを押し続けてれば勝ちよ。まあ、一面のボスなんてまだ飛んだレクリエーションですからね。全然飛ばしてもらっていいですよ、豚の動画。一面のボスを飛ばしてもさ。もうここまでは勝つのは当然なんだから、勝つのは当然ではあるが、より相手に深い絶望を与えるためにひげ橋も出しておきましょうかね。よし、強い。
で、北条のザメを倒してこのターンは4ポイント相手を虫の息にしておしまい。そして次のターンでエレシーは真の地獄を見ることに。え、これ本当にさ、その場に出ているカードが出るのか。そんなことだったか、モザイクのカードって。え、違ったよね、デッキに入れてないカードも出てくるよね。場に出してたり手札の中にあるカードが出てくるんだったっけ。そんなことなかったと思うけど。でもモザイクのカードってあんまり使ってる人いないだろうし、これ結構みんなわかんないんじゃないかな。運搬ネズミが一番安定する。いやでもアメーバか、アメーバ骨だしね。でも骨を使って出すっていうのはヒゲバシとちょっと真っ向から反するよな。オダックはコスト2だから、何が出てくるかわからないこのデッキだとちょっときついっていうことであれば、まあ消去法で運搬ネズミにして誰かに能力をつけるっていうことになるのかな。アメーバもいいと思うけどね。アメーバでいいかな。結構ヒゲバシが来るんだよね、手本に。ヒゲバシが来た時にアメーバ出してると骨2個減るからさ、それってイエスじゃないじゃない。じゃあまあ運搬ネズミで、まあハサミ2個あるしね、早々のことでは負けないと思いますが。さてと、トーテムが来ておるが、トーテムどっちもなしか。でこっち側行ったらキノコが待ってんだけど、キノコしたいカードがない。ただ、ここで運搬ネズミをもう1匹手に入れたらキノコすることができるが、コスト2で攻撃力4、ハート4は普通に強いね。運搬ネズミ作るか、トーテムを固めておくか。皮もらっちゃうんだよな。でも皮1枚ぐらいいいか、可愛いもんよ、1枚ぐらいさ、皮だけに可愛いもんよ。コスト123なんだけど、また3にしてヒゲワシが出てくる悲劇は避けたいので、1にして手鏡のテンタクルスという産業廃棄物をデッキの中に加えて豚は涙するわけですよ。豚に運があるって言ったら誰だ。手鏡のテンタクルスいらんよ。人生を80年90年と仮定しても、1回たりとも手鏡のテンタクルスを渇望する日は来ないよ。まあ、これは最初は骨が少ないから、とりあえず運搬ネズミを出して殴っとこうかな。アイテムがいっぱいと、まあまあしゃあないね、アイテム使えないもん、そもそも敵が場に立てないとさ。っていうことであれば先にヒゲバシ出した方が良かったかな。まあいいや。でヒゲバシ自体はそもそも HP が高いのでエルクの攻撃を受けてくれます。攻撃力2、まあ悪くない、カラスと同じ攻撃力、全然悪くない。で次のターンに、ね、運搬ネズミの攻撃でプロンコ本が前に出てくるわけ。とりあえずこれ上げを出しておこうかな。出してこの儀式をすることによって骨が増えるから、ヒーバシの攻撃力が上がっていくんですよね。でエルクの攻撃で黒影が死ぬわけじゃないですか。はい、ヒーバシの攻撃力が3に上がりましたと。でプロンゴホンが前にアホ面下げてますけれども、これだと豚を倒すことはできない。羽ありが来ました、入れません。ほらやっぱり羽ありってこっちのデッキにも相手のデッキにもいないから、全然関係のないカードでしょ。全然関係ないカードが出るんだ。ウサギの皮一枚だけで十分だね。ちょっと思ったけど黄金の皮持ってこっかなって、それはちょっと攻めすぎ。でここで運搬ネズミが2匹いるから、運搬ネズミネズミネズミを掛け合わせてネズミにしましょう。44は強い、最後まで戦ってくれる。簡単にできる低コスト、低コストというにはコストには高すぎるが、これは結構みんなに使ってほしいテクニックですね。特に豚最近アイテム運搬にはまっているから。左側で合体することができるが、もう運搬ネズミは合体の素材ではない。ガイアウルフも単体で戦えるカード。ヒゲワシをこの鏡のテンタクルにつけたらってちょっと思ったんですけど、そんなだな。合体素材を手前で手に入れたらいいか。まずは一発殴らせて超える下すか。あ、じゃあ一発殴らせて死体のウジ虫出すか。超える下は左に動いて、もう一人のコエルクが下にウジ虫の前に行く。でここでもアイテムを使うことができるので、よっと、まず成長を止める。で次にここに運搬ネズミ出して一気にお振る。よし、チョコツボが来た。全然良くないけど、
いや、チョコズ箱でいいんだ。あのモザイクカードって結局何来るか分かんないからさ、何が来ても対応できるようにありか。これなんかイエスなカード来ることほとんどねえな。格好とかですよ、格好とか。どんな時でも対応できる格好。働きありを出す。オッケー、イエスだよ。ハサミハサミチョコズ箱、これでまあ事故ることはないでしょう。で、ここで手鏡のネンタクルか、ヒゲワシにつけるカード、もしくは運搬ネズミにつけるカードを選びます。能力ね、羽あり、エルク、鎖蛇、タッチオブですと、スプリンターと飛行か。全部微妙だな。タッチオブですは、まあ、強いっちゃ強いけど、ヒゲワシにつけても意味ないし、運搬ネズミはタッチオブです必要ないぐらい攻撃力高いし、鏡のテンタクルぐらいかな。相手が1でもあれば絶対一撃で倒せるんだよね。まあもう一回クローバー引いてもいいんですけど、大抵それしたら3枚ともバニラとか来るんで、もうここはそんなベストでもないけども、タッチオブデスを手鏡につける。モグラとか来た場合には膠着しちゃうんだよね。ムースとか相手か。まあだいぶ活躍の場が限られてるよな、タッチオブデス手鏡で。あそこでなんかこう増やせるカードがあるから、黒柳不死増やそうかな。でもそれしてさ、いやいや大丈夫大丈夫、黒柳不死増やしても大丈夫、それは大丈夫なはず。働きありが来ました。さっきもありだったね。ちょっと工夫が足りないんじゃないか。よし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 、九段のムースが来た。ムースが来たが、ムースの攻撃で一撃で死んじゃうので、手鏡のテンタクルは待ち伏せ作戦使うか。今は攻撃力ゼロだけど、いつの日か必ず役に立ってくれるはず。これリス置いてウジムシ出した方が良かったな。んで、アリを出すか。よし、倒した。厄介なやつやられてくれましたよ。で、あとはウジ虫特殊召喚のために、ここにリスを置いて、サも殴ってくるとばかりに。来た。おそうか。あ、でもいいじゃないの、これ。ここになんかバキュームのように吸い込まれていって、いや、でも運搬ネズミ出した方が強いな。このターンはこのままにしよう。で、次のターンに運搬ネズミ出せばいいか。ん？やっべえ。ギリギリじゃん。チョコツバコはいるんだよな。じゃあ、ハサミで、チョッキにしといて。で、あとは、運搬ネズミを出せば。いや、手鏡出しとけばよかった。まあいいや。コートとポソも書きました。いらない。よし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 、危なげない勝利。ブラッドハウンドとか出てきましたけど、君なんていなくても勝てるから。手鏡なぁ、こいつマジで。まあでも HP3、 コスト1で HP3 っていうカードは少ないから、コスト1で出せる壁という見方でしたら割と悪くないのかもしれないね。まあ焚き火で一回ハート温めたらそんなカードできますよって言われたらそれまでなんですけどね。バンコ狼が来ました。いいでしょう。混じり系じゃない、変に工夫してないけれども単純に強いカード、こういうの豚求めてたのよ。で、これは黒ヤギの不死を増やす。余計なことすんなよ。攻撃力もゼロのままでいい。なんならハートは増えてくれてもいい、攻撃力はゼロのままでいい。よし、イエスだ。それでいいのよスライム君、分かってきたね豚のことさ。で、焚き火ですけど、ハートにしたら手鏡あげます。ハートです、手加減をあげます。でも狼あげた方が好きなくなるんだよな。いやでも手鏡でいいか。なんならもう一回あげ、まあいいか、これでハート5もあれや十分でしょ。ワンコストで HP5、 攻撃力はゼロだけど対応する相手によって鏡のように変えるから。人間は鏡でありなさいって名言もありますしね。さ、罠漁師ですか。クズリが来ましたね。クズだなこいつ。いや一応奇妙なカエルに殴り勝てるのか。黒ヤギが出たので運搬ネズミがいきなり出せるね。出すべきかこれ運搬ネズミ。ここに出して先制パンチ一発ぶち込むべきか。
今豚のデッキの中、豚に持っているデッキの中で一番攻撃力が高いのがこの運搬ネズミなんだが、で、これが来たからバシーっていうので、トラップ右端意味なくすることができるんだな。これはイエスです。で、奇妙なカエルを倒すとトラップになるっていうのはそのままなんですけれども、この右側のジャンプトラップはただの攻撃力0ハート1のリスト同等のカードになっておるので、クズリの攻撃力が上がります。で、奇妙なカエルがじゃれますが、ネズミの攻撃で1ギリ吹っ飛ぶし、で、さらにこっち黒ヤギ持ってございますので、ヒゲワシも出せますね。いやー、クズリで船がなくなってるから大して意味がない。意味がないので、これは一旦はパスでいいかな。パスするんですけど、いざという時のヒゲワシのために、こうやって骨を貯めておく。クズリがお金稼いでくれるので、多少こっち側で赤字出したところで大丈夫じゃん。骨がまだ2枚だね。全然足りてない。どうしようかな。次のターンでクズリがとどめさせてくれるね。運搬ネズミは川になる。で、そもそも無条件で相手が川出してくれるので川が2枚になるね。で、ヒゲワシのところと、ヒゲワシのところ別に開ける必要すらないのか。空飛んでるからね。モグラかマイティリープがないかどうかしっかり確認する。手札のテンタクルいいね。手札が1、カワセミか。カワセミだったらこいつ潜ってるから意味ないんじゃないのか。カワウソで攻撃力0にするのもありだな。働きありに成長の因がついてるけど、こいつ取ったら後ろから野生のモグが出てくるのか。オオカミ取って、オオカミ出すか。このオオカミを戦力として使おうじゃない。で、当然ここはリスを取って、まずヒゲワシを1匹出す。ヒゲワシを出して、で、リスを1匹出すと、もうこれで黒ヤギを経由してオオカミが出せるから、オオカミで一気に貫通する。あとクズリは右側で粛々と仕事をこなしてくれるから、3ポイント2ポイント8 OK。 オオカミ出す意味全くなかった。ふう、まあなかなかいけるんじゃないの。全然モザイクカード手札に回ってこないけど、まあそれはね、ブダがデッキの数を増やすことによってモザイクカードが手札に来る確率を減らすっていう企業努力があってこそのものよね。アメーバか。アメーバはでもヒゲワシと喧嘩するよな。じゃあカワジラミだ。カワジラミのダブルアタックをオオカミとかにつけたらいいじゃない。そしたらこのホダイアウルフが成長するしなくても、このオオカミが2ダメを与えてくれるから結構強いはず。まあカワジラミの能力はヒゲワシにつけても、まあイエスっちゃイエスか。ただでさえ高い攻撃力がダブルアタックするわけだしね。ここでカードを増やすこともできますが、こっち側に行ってダブルアタックをヒゲワシにつけましょう。え、ちなみにですね、シラミを持ってる状態で川商人のところに来ると川交換してくれないんですよ。セリフも本来だったらあるんですが、川商人さっき豚がボコボコにほふっちゃったのでここには現れません。さて、ダブルアタックをヒゲワシにつけます。 OK、 いいですね。これでかなり強くなりますよ。で、あそこでね、生贄の祭壇がいるんですが、黒ヤギを1枚捧げると骨の王の恩恵で8枚得ることができるんですけど、このデッキ黒ヤギが来る確率を上げるために2枚のままにしといた方がいいか、それとも骨を揃えといた方がいいのか、結構微妙なところだね。この不死ヤギがいるからこそ豚が大暴れするのを許されてる感があるんだよね。ここは、1回羽ありを挟んでから黒ヤギを出して、で最後にヒゲワシを出すと骨が3枚になるので1になりますね。でダブルアタックすることで攻撃力2です。お、オオカミが出てきましたが、オオカミの攻撃は1回ヒゲワシ耐えるんですよね。なのでここでさらにヒゲワシの攻撃力を上げて2にしとくと、2のダブルアタックで残り HP4、
で、狼の攻撃ってこっちに全く届かないから山嵐のチクリだけ、チクリで HP が1プラス。で、ここでさらに黒ヤギをリリスを生贄に捧げて黒ヤギを出すことによってヒゲバシは攻撃力3のダブルアタックになるので簡単に勝つことができるってわけ。で、これができるのは、最初のターンに、最初の1枚目に黒ヤギがちゃんと手札に来てるからですね。で、それができるのは手札にあの黒ヤギを2枚入れてるからなんですけど、で、これを捧げるかどうかという話ですよね。骨のホオジロザメと野生の猛牛とネズミの。で、あとはコヨーテガラガラヘビ、そしてヒメコンドル。ヒメコンドルが攻撃力8。あ、だから3。初手ヒメコンドルが出せるのがめちゃくちゃ強いから、ヒメコンドル取って、で、ここで黒ヤギを捧げよう。2枚あるので、薄汚れているスライムくんが書いた、せっかく書いてくれたんだから、こっち大事にしたいよね。オリジナルの方、捨てやしよう。で、これでさ、モザイクカード何が来るかわからないという怖さがあるんですが、骨のカード来たら確実に出せるし、イケネのカードが来ても暗闇で出せるっていうことで、割と盤石になる。結構、ちゃんと考えてやってるんですよ。おい、来た。バラバラ、お金持ち。で、ウジ虫、黒闇がショートに出てきたから、これはユースですね。どうしようかな。これで狼をそのまま出してしまうか。いや、殴られたら、ウジ虫が出てくるってわけよ。はい、残り HP2。で、狼の攻撃を食らって、ウジ虫がこんにちは。ウジ虫の攻撃で狼は死ぬと。わお。こいつ攻めてんなぁ、デザイン。倒す。で、また狼が来ると、山嵐も来る。で、まぁ、ちょっとやばくなってきたかな。後ろから親玉がちょっと見え隠れしてるので、ちょっとやばいね。これはどうするかっていうと。まあ、狼の攻撃は耐えられない、親玉がいるから。ウジ虫死ぬじゃん。どうしようかな。リスをこのターンになくすわけにはいかんから、狼に消えてもらう。君には消えてもらう。で、こっちが2ポイントダメージ与えるんですが、それに対して敵は3ポイントダメージ与えるのでマイナス1ですね。全然 OK、 余裕。狼の攻撃を食らう。うわー、やべえなー、骨がすごい量になってる。ほい、よし、古代ヤウルフが来たが若干遅すぎるか。若干遅いな。1匹倒しても化け物どもが揃っとるから、こっから負けんのか。まあでもこれは運が悪かったかな。これをどこに出したところで負けちまうんだよね。一番マシなのがここかな。こう出すことによって全体の攻撃力が1下がるが、狼やば、むずいな。アイテムまで使ったのに。これなんか最初のターンにさ、狼を敵に食わせたのが良くなかったね、判断的に。この皮はもういらないんだよな。合体か焚き火かといったら全体的に火力不足だから焚き火を個人的に押したいが、いい能力があったら合体に行く。いい能力全くないね。飛行、無印。親玉だ。親玉だとあの骨の斧の恩恵で確実に出せるので、これは親玉だね。あとはでも合体したいカードないから、狼を焚き火で燃やす。攻撃力上がればいいし。いや、攻撃力上げるんだったらこれはダイヤウルフにした方がいいのか。ヒメコンドルか。ヒメコンドルが3っていうのがちょっと中途半端なんで、こいつが攻撃力5あったら全て解決なんだよね、初手で。もう一挙、頑張れ、ヒメコンドル、頑張れ、頑張った、よし、いい子だ。最高にこいつ根性ある。根性焼きを無事回避ですよ。で、キノコとキノコでキノコが揃っておる。親玉の初手確実に出せるカードだから、恩恵があるから合体させたくない。
こっち側行ったらアイテムか。アイテム取っといた方がいいな。右側行こう。合体させたいカード特にない。全体的に揃ってる。どこから出てきても強いカードにはなっているから。コヨーテが出てきてるので、コヨーテの攻撃を手鏡のテンタクルで受け止めるか。受け止めて、次のターンカウンターで倒す。カラスの方に出した方が良かったかな、これ。これ敵が4でしょ？こっちもさ、運搬ネズミの4で出して、こう出して、で、笠崎が来た。で、死体のウジ虫を出せばさ、これで状況確定だね。よしよしよし。でも、なんか、時すでにお寿司だよね、これ。6溜まってるから。よし、コウモリが出てきてますので、コウモリも出しとく、出しとく。強い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 。よしよしよし。エースじゃない、モザイクちゃん。これ、このままいけそうですね、全然余裕で。あとは、願うしかないな、ここに。ここに、合体できるカードが来るのを願うしかないが、ガラガラヘビない、コウモリもない、そしてダイヤウルフもない。じゃあもう一丁。ウシガエル、ムース、ヒゲワシ、ヒゲワシが来ましたので、ヒゲワシ同士を合体させましょう。HP が8になりますね。8になったところでどうなのという話ですが、まあ壁にはなってくれるし、黒ヤギだね。これで絶対事故らない。骨もあるし、手札に黒ヤギもあるから、最初に何のカードが来ても、大体豚のデッキって初手に来た強力なカードが揃っているから、ちなみにこれモザイクを合体させるとどうなるか分かりますか？モザイク合体させてもモザイクなんですよ、これ。砂嵐か。英語で言うとスノーノイズですね。雪です。そう。日本人はあれを砂嵐だと解釈して、で、外国人というか、英国人か。英語だとあれ雪だと解釈するんですよね。皆さんはどっち派ですか？砂に見えますか？それとも雪に見えますか？狼が来ましたね。狼が来たんですが、これは死体のウジちゃん出してもいいんだけど、手鏡テンタクちゃんで、手鏡テンタクちゃんで一発目でまず狼を倒して、でタッチオブズ持ってるから2ターン目で運搬ロボも倒してくれると。でさらに攻撃力3になってるから後ろの狼を倒します。手鏡テンタクちゃんやりますね今回。はい、オーバーキルで、運搬ロバが首を差し出す。でも、攻撃力ゼロだから。攻撃力ゼロだから、こいつ、うんともすんともいいやしね。あー、クロヤギ来ました。クロヤギ来たので、狼出そうかな。いや、いいか。ウジちゃんで。ウジちゃんでいいよな。で、狼の攻撃を受けて、パッと出る。で、次のターンで、ウジ虫の攻撃で狼は死ぬ。で、こっち側にもう一匹狼出しときたいんだが、テンタクちゃんが、おー、これはそうか。運搬ネズミの方が強いから、狼ちゃんで、あいつは死ぬ。ギリギリ死なない。で、なんかもう、待っとるとさ、ベアーとかも出てくるんだよね。パッと名前出てこなかった。ベアーってなんだよ。ベアーとかも出てくるんだけど、だからね、前ね、アンケートで3人目のボスで、来たら誰が一番怖いか、釣り人、あの漁師、そして炭鉱者にしたらね、炭鉱者が一番多かったんですよ。炭鉱者が3人目のボスっていう意見が一番多かったんです。意外ですね。意外というか、まあ豚は単純にあいつだと思ってたんで、罠漁師が一番怖いんじゃないと思ってたから。まあでもアンケートの機能やっぱ楽しいですね。豚が想定してるのと全然違う答えになること結構あって、面白かったのがですね、これ今朝なんですけど、全盛りチャレンジで、どのチャレンジを抜いたら簡単になりますかっていうアンケート出したらね、豚の中ではあれだったんですよ。親玉だ。親玉出して、姫コンドルも出す。アイテムだったんですよね。アイテムの釣り人のフックと、あとアイテム枠が3枠あれば、グリズリーになって簡単に倒せるから、グリズリーの意味もないし、で、あとは、道中の雑魚敵もアイテム3つあれば安定するから、っていう理由で、
アイテムが結構多いだろうなと思ったら 5% ぐらいしかいなくって、で半分以上がやっぱりグリズリーだったんですよね。やっぱりグリズリーチャレンジが一番重いですかねとか言ってる間に勝ちました。川じらみですね。川じらみ取ります。川じらみ取って、このダブルアタックを姫コンドルにつけたらええんちゃうの。ダイヤウルフでもええんちゃうの。いやダイヤウルフは成長するから意味ねえんじゃないの。運搬ネズミにつけるか。川じらみを。まあダブルアタック誰につけても強いインなので、最強のインを上げろって言われてダブルアタックを上げる人だって結構いるでしょう。グリズリーチャレンジにも使えるし、二股より使えますね。二股は結構こうあったらちょっときついなっていう場面が多いんですが、ダブルアタックにはほとんどそれがない。ほとんどというか今考えたんですけど、ダブルアタックがマイナスに働く場面だとほとんど考えられないな。後ろに もっと強い敵が控えてて前の敵倒したくないとかそれぐらいかな。さて海賊が出てきていますが、いやーどうでしたか皆さん。あもうすでに買った気でいますから締めの言葉に入らせていただきます。時短でいきましょう。時短でさ、だってもう勝ちじゃない今回のさ砂嵐チャレンジ。簡単そうに見えましたか。じゃあね、これを見ているお友達たちだけに特別に言いますけれども、実は豚これ2層目です。1回目負けました。思ってる以上にね、この砂嵐チャレンジってきついです。モールシーマンが動くとダイヤウルフ攻撃されちゃうから、ここにクズリを置いてターゲットずらすか。殴る殴る、よしよしよし。でこれで小ダイヤウルフがダイヤウルフになる上に攻撃力が上がっているから攻撃力3になる。3の2回攻撃でモールシーマンは倒れるし、後ろのスケントクルーも、オーバーキルで倒れるね。でクズリは後ろのスケルトンクルーの攻撃を受けて死んでしまうが、いい全然。手鏡のテンタクル来ました。でここでね、出しておきましょう。ウサギの顔、ダイヤウルフがモールシーマン倒してくれるか。であればこの手鏡のテンタクルに本領発揮してもらいましょう。潰す潰す、後ろのやつも潰す。そしてタッチオブレスで一発で倒すことができるモグラを。どうですか皆さん、輝いてるんじゃございませんか。手鏡のテンタクルがみるみる変わっておりますよ。皆さんの手鏡のテンタクルを見る目がさ。でここで黒ヤギを使って、手鏡のテンタクルはすぐの幕引きになってしまうんですが、ヒゲワシの攻撃力6ポイントのダブルアタック、ダブルアタックとダブルアタックのダブルアタック兄弟でしっかり敵をホフリーにシャス、バブリシャス、ホフリーにシャスで倒すと害虫のカードをくれるので、でもそれは別にいらないんです。こんなのなくったってさ勝てるんですよ。はい、撃ちますからして、弾は敵にだけ当たると。でこれでね、ダイヤウルフの攻撃を受けてモールシーマンズタボロになるわけですけど、果敢にもヒゲバシの前にも立ちはだかっていきます。しかし意味はありません。ダブルアタックの前には全てが無力。皆さんダブルアタック強に入るのです。強すぎですね本当にね。豚わきまえてなくてすいません。ゲーム実況っていうもんを見てる人にハラハラドキドキさせてさ、どうなるのかな、勝つのかな、負けるのかなっていう風に君たちをこう喜怒哀楽を一遍に引き出すのがいいゲーム実況者というもの。しかし豚はインスクリプショナーとしての魂が強すぎてですね、楽勝で忖度なしで倒してしまうんですよ。モグラとかバカみたいなカード出しましたよ。このモザイクのカードマジで最後までふざけてますよ。でも豚が強すぎ、ヒゲバシ、そう姫コントロール出してるから、あちゃー姫コントロール出さなきゃよかった。え、これ勝てるか？いや勝てるでしょ。狼が出るから勝てますね。ヒゲワシは攻撃力がただでさえ高いから、狼は無理やり出さなくてもいい。骨がいっぱい欲しいからとりあえずモグラを出しておくか。スケルトンブルーでえいモグラ1個増やして、他は有能なので、よしよしよし。でキメコンドルがやられちまうと当然こっち側には骨がさらに増えるが、ヒゲワシの攻撃力がガンガン上がっていく。でさらに狼をこう2つ池に捧げて出すことによって骨はさらに増えて攻撃力が今の時点で4で、親玉を出してしまうと、骨が減ってしまうので、ここは、モーマンでも出しておきましょう。ヒゲワシ、よし、もう敵の HP 半分までいきましたが、ヒゲワシはまだ健在です。でここで、シャバゾウたちがどんどん脱落しまくですが、脱落していくと当然ヒゲワシの攻撃力も無限に上がっていて、今や攻撃力6のダブルアタック、最後までやりきってくれるのか。で、22でこのまま殴ってくれた方が強いな、下手に出すよりと思うじゃん。
骨増やした方がいいんですよ。こうやってで、さらに、野ネズミをさらにもう1匹増やすことができますと。ほら8になりました。でさらに言うとだ、これでですね、ネズミの王を出して、順番間違えた、さっきネズミの王出しとけよった。はい、9の2ポイントダメにダブルアタックですよ。はい、であとはね、放っておいたらスケルトンクルーが相手を勝手に倒してくれますので、面白いもんが入れますね。自らの手で死んでいくリモンチェッロの姿がさ、これでカードなくなったらどうなるんだろうね。まあでも勝ちです。あと HP1 なので、最後に親玉と、そしてリスちゃんをちょんと置いて、でせっかくだから虫眼鏡を使って、お前最後かい、お前一番初めに来るべきカードぞ。運搬ネズミを出す、ハサミが来ましたね。はい、勝ちました。いやー、よかった勝てて。いっぱいしましたからね、これモザイクのデッキ。いやね、マジで、ね、運悪い時どうしようもないのよ、このスターターデッキ。まあ皆さん遊ぶ上で、そもそもね、このスターターデッキやるようであればですね、せめてこのモザイクのカード1枚はどっかで、焚き火では燃やせないか、あ、合体もできないか、あ、焚き火合体できないんだ。じゃあ1面クリアするまではこのモザイクのカード絶対抱えとかなくちゃいけないんだ、きっつ。まあまあまあ、結構ね、スターターデッキ、数ある改造モッドスターターデッキの中ではかなり癖の強いスターターデッキになっていますので、これね、ぜひ皆さんもやってみてください。また今度ね、レベル10にでもこのモザイクチャレンジやってみようかなって思いますけれども、別にそれは実況にしません。そんな豚のアビ強化を聞いて皆さんが楽しいと思うかと言われたら、全然楽しくないと思うし、完全に運任せだから、シナジーとか聞くわけでもないので、見どころもないですからね。まあ、今回はですね、モザイクスターターにしたんですけれども、他にも奇妙なカエルがスターターデッキに入ってるとか、あとはロングエルクが脊髄がスターターデッキに入ってるとか、癖がありまくりのスターターデッキ盛りだくさんのこの改造モッド、概要欄にリンク貼っときますので、ぜひ皆さんも遊んでみてください。で、モッドの導入の仕方がわからないよっていう人のために、モッド導入のアドバイスというかガイドのための、リンク、動画にしたリンクも貼っておきますし、動画見るのはめんどくさいという方用に短く文章にまとめたものも貼っておきますので、ぜひこれを見て、いや自分もこのちょっとモザイクスターターデッキ試してみたいなって思った人は、やってみてください。それでは、あとやってみて、感想とかあればぜひコメント欄で書いていただけたら豚嬉しいです。なぜなら豚はこのチャンネルを、作ろうと思ったきっかけがインスクリプションを誰かと話したかったから、インスクリプションの話を。それでは次回もこの時間にお会いしましょう。紅花ぶどうでした。おやすみなさい。明日も君が幸運でありますように。